パンツァーマイスターの1/35ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ブロンコ、ドイツ軍高射自走砲4号戦車 C 型フラッグワーゲン 88mm フラッグ37搭載型です。長いですね。はい、見るからに怪しいですね。はい、タグ車両ですね。はい、まあ、実車の方は、まあ、予想通り試作のみですか。はい、ドイツ軍はもうこの 88mm と 20mm の4連装の機関を、これをとりあえず動くものに乗っけて車両化したものがすごく多くて、はい、実戦に参加したものもあればないものもあって、はい、もう大好きなんですね、実は。はい、これもまあ箱絵っていうんですか、もう出た途端に買いましたけど、まあ怪しいですよね。はい、で珍しいんですけど、右上の方にドラゴンの、はい、ロゴが見えると思います。これは 88mm の方のキットそのものはドラゴンが提供してくれてるんですね。なので、まあ、一応ブロンコとドラゴンのコラボっていう形になりますかね。はい、それでは早速中見ていきましょう。組み立て説明図ですね。これはもう車体のパーツですね。これも車体のパーツですね。これも車体ですね。はい、あと小物がちょっと入ってますね。はい、でこれが今回ドラゴンの提供の 88mm 砲のパーツですね。まあこうやって全部袋にまとめて入ってます。これはアクセサリーですかね。はい、これもアクセサリーですね。これは気取りと湯取りに入ってますね。これが足回りですね。履帯と、それから箱ゴミ済みの下部車体です。これも履帯のパーツですね。はい、装備品ですね。これは天輪ですね。ロードホイールかな。エッチングパーツ、それから糸、あとクリアパーツでデカールが入ってます。これは整合表ですね。はい、あとイラストが1枚。パーツは以上です。組み立て説明図です。表紙は解説ですね。はい、注意書きと色指定ですね。はい、カラーサジェスションなんですね、英語ではね。はい、はい。パーツ図ですね。これはブロンコのパーツ、車体のものですね。はい、まあそんなに多くはないですね。でこれはドラゴンの、88mm 砲のパーツですね。まあ案の定使わないパーツ結構ありますよね。はい、で車体、下部車体からですね、まあ搭乗板にロットがついてて、この辺がもう割といつものパターンですけど、これ、はい、車体前面の牽引フックの基部ですけど、もうすでにこんなに分割されてるんですね、これが。で、この色違いのやつはエッチングパーツですね。はい、いや、のけから細かいな、相変わらず。で天輪を貼ってってますね。はい、ロードホイールと、で予備の履帯は可動式のやつと同じものを使ってますね。はいはいはい。はい、リアパネルを組み立てながら機動輪と天輪をはめてますね。はい、これですね。はい、テンション調整の
多分ストッパーですかね、レバーが H4 パーツですね、はい、で排気管周りとか細かい装備品をつけて、でやパネルですでに3カットですか、はい、でリタイヤマークと誘導輪はここの時に位置合わせでつけるんですね、はいはい、これですね、まあカステン形式のカード式ですね。で止めてるピンが左右で区別されてますね。うんうんうん、これはもう車台ですね。はい。まあ、先頭室の床ってことですね。まあ、この辺はインテーク周りが多分メッシュのエッジパーツありで、これは多分台座ですかね。はい。これは運転室のところかな。車体前面の工作ですね。はい。ここでも、履帯があって、ああ、はいはい。予備履帯は、これが、ストッパーがついてるんで、車体の上面に、くくりつけるんですね。はいはいはい。まあ、なんですか、平らで何もないような車体なんで、そんな複雑じゃないですけど、やっぱり細かいディティールが結構、エッチングパーツでついてますね、はい、この辺は装備品ですね。ジャッキとかシャックルとかジャッキ台ホルダーですね、はい、まあこういうとこも基本エッチングパーツですね。いや思ったより結構細かい作業が多いですね、はい、フェンダーのピンも分かれてるんですね。これはあれですね、何ですか、覆いっていうんですか、囲いっていうんですか、はい。まあ、サイドパネルですね。内側は結構なんか箱絵ではいろいろつけてましたよね、装備品をね。これライフルラックになってるんですね。うんうん。で、リアパネルですか。リアパネルって言っていいのかな。貼り合わせてますね。はい。そういう構造になってるんですかね。はい。まあ、細かいパーツつけてますね。はい。で、側をつけてますね。これね。はいはい。まあ、閉じた状態と、開けた状態ですね。車台はこれで終わりかな。ですね。はい。88ミリ砲の工作ですね。今回は金属方針とかは入ってないんで、まあ、まあ、貼り合わせですね。はい。まあ、方針に機関部取り付けて、この辺は8日の工作ですね。はいはい。まあ、一回ドラゴンやってますんでね。まあ、見慣れたっちば見慣れた感じか。これは照準器ですね。はい。まあ、でも、パーツの数がものすごい多かったですよね。細かいディティールが。8日に手法セットして、この辺が細かいパーツつけて、これ、平行機ですね。はいはいはい。接着しないようになってるんで、一応、稼働しそうですね。方針も、平行機も。うん。で、法事に乗せたものを、この辺が、まあ、制御盤周りですか。はい。ですね。で、これは右側の方を動かす人の座席かな。はいはいはい。で、棒順つけて台座乗せて。乗っけて完成ですね。はい。これはトラベリングロックだな。はいはい。なんですかね。ステップ数は、あまり多くなかったんですけど、工作結構充実してそうですね。これはアクセサリーの即興機と、まあ、砲弾ですね。はい。最後、塗装図ですね。迷彩も入れて3パターンですか。迷彩？あ、はい。試作車両なんで、サジェッションになってますね。はい。はい、以上です。
これは整合表じゃなくて、装備品のとりあえず取り付け例ですね。はい。まず、ドラゴンの 88mm 砲ですね。はい。これとりあえず、先にバッと紹介しようと思います。以前やってるんで、まあ、パーツ、まあ、見る限りは、一応共用って言うんですか。まあ、基本多分同じだと思いますね。まずメインになる方針ですよね。ここの先っちょですね。ここが一体モールドで、ここだけ貼り合わせですね。まあ、この辺が尾線かな。あと、まあ、溶化とか、まあ、シャープでいいですよね。うん。で、方向はもうもちろん開いてますし、ライフリングマーク切ってありますね。はい。これ結構古いキットのはずなんですけど、まあ、当時のドラゴンがもう本当に、まあ今もそうなんですけどね、ファインディテールにこだわって作ったキットらしい出来ですよね。まあ本当シャープですよね。うん。こっち側は使わないパーツかな。これはまあ防潤周りですかね。はい。この辺は多分使わないやつですね。この辺は法事と、あと、まあ、主装甲っていうんですか、防潤ですよね。防潤は以前、きっと紹介したとき、反ってたんですけど、これは反ってないですね。まあ、やっぱり、ぎゅうぎゅう詰めになっちゃって、反ったんですね。はい。まあ、こういう形状を本来してるっていう形ですね。はい。この辺は細かい方につくパーツですね。うん、こういう感じです。このパーツは機関部っていうんですかね。まあ、駆動部とかに関係するパーツで、同じランナーが2枚入ってます。これ多分平行機なんですけど、板形成ですね。はい。パイプがね、金属パイプがドラゴンのキット入ってたんで、どうかなって思いましたけど、まあまあ、いいですかね。はい、これね。うん。これはもう台座のパーツですよね。はい。まあ、この辺が支柱っていうんですか、リンバーっていうのかな。多分まあ使うのはこの辺の台座のパーツだけですね。うん。砲弾のパーツですね。はい。まああと、空薬莢と。砲弾は2種類ちゃんと入ってますね。これも、まあ駆動部っていうんですかね。はい。機関部のパーツとか、あとは、多分台車に使うようなパーツとかも入ってますかね。同じランナーが4枚入ってます。まあこういう車輪とかは今回まあ当然使わないですけど、この辺のパーツ類のそのシャープさっていうんですかね。もう本当に、まあ、素晴らしいですよね。はい。クリアパーツですね。多分これはケーキ版とかに使うやつだと思うんですね。はい。で、これはまあ見るからにペリスコープで、今回は記載がないんで使わないですね。はい。パーツリストにもないんで、まあ、おまけですかね。はい。取らなかったっていうだけですかね。はい。アコゴミ済みの株車台ですね。はい。まあ、4号戦車とかって名は売ってますけど、まあ、全然別の車体ですよね。まあ、ディティールはこういう感じで、割と、なんていうんですか、ブロンコらしい細めのシャープなモルドですね。はい。走行表面は、こういうところは、まあ、何もしてないツルベタなんですけど、こうですね。走行板を貼り増ししたとか、あと、車体の前面とか、リアパネル、こういうところは、綺麗な梨地の処理がされてますね。はい。まあ、内側はこういう感じですね。車体のパーツですね。はい。ジョブ車体ですね。はい。もう、すごいシンプルで、滑り止めとかも特についてないんで、まあ、こういう、パネル類のディティールがあるぐらいですね。まあ、でも、この辺グリルとかすごいシャープですね。うん。で、フェンダー結構薄いんですよね。はい。この辺はもう細かいパーツで、この辺8種類とかですよね。見えますかね。チントネジ。はい。ちゃんとマイナスになってますよね。で、こう細かいツール類のクランプとか、
はい、もう全焼灯のシールドとか、まあシャープですよね。まあいつものことなんですけどね、ブロンコって。ドラゴンとまた違う感じなんですよね。ここもまあ面白くて。はい、これがフロントのマットガードの止めピンで、まあさすがにちょっと変形しちゃってますよね。まあ細かすぎるでしょうね。これは気取り抜き部とかですね。あと、まあサイドパネルって言えばいいんですかね。はい。まあ側面のあの装甲ですね。はい。すごい分厚いんですわ。で、まあ多分まあそういう装甲厚なんでしょうけど、これですね、断面がきちんとこうディテールがついてるんですね。はい。それなりに厚い理由がちゃんとあるってことですね。裏側ですね。はい。まあ押し出し目になってはありますけど、まあこのぐらいはもう全然 OK ですね、今となってはね。車体のパーツですね。はい。まあこの辺が運転席周りっていうんですか、あと覆いっていうんですか、はい、上のオープントップの、はい、カバーですよね。はい。あと細かいパーツですね。すごいシャープな感じでいいんですけど、見えますかね、ちょっと反ってますね。はい。これはやっぱりちょっとこの配置に無理があったような気がしますね。はい。薄いんで治ると思いますけど、まあちょっと残念かな。はい。車体につく細かいパーツ類ですけど、もう本当にシャープでいいですね。うん。こういう装備品の出来一つとってもね、わかりますよね。うん。これはフロントフェンダーかな。はい。で、これがリアパネルですかね。リアパネル。うん。まあ、後ろの多い。これは、まあ、車体のパーツですね。はい。あとは、まあ、台座ですかね。はい。こういうやつ。まあ、ね、取ってつけたようなって言いますけど、まあ、そういう車両なんで、まあ、この辺とかシンプルですよね。これは、即興用のポールかな。はい。まあ、こういう装備品、すごいシャープですよね。これは、全面車体だな。はいはいはい。今のパーツは、こっち側、表側ですね。はい。はい。チントネジですかね。それから、溶接痕とか、はい。綺麗にディティールついてますね。天輪とか、あと、車体につく細かいパーツですね。同じ欄中2枚入ってます。機動輪と誘導輪ですね。はい。まあ、ご覧の通りで。ゲートの付き方面白いんですよね。まあ、すごいシャープですけど。まあ、残念ながら、ギアと一体化しちゃってますね。はい。まあ、削るの大変ですかね。はい。この枠は誘導輪のやつですね。まあ、でも、まあ、見てくださいって感じですかね。こういうパーツ。もう、すごい、はい、繊細。ですよね。はい。こういう感じですね。うん。天輪の裏側ですね。はい。まあ、抜かりなく、きちんと、ディティールついてますね。これは、ロードホイールですね。同じランナーが4枚あります。ロードホイールの表側ですね。はい。まあ、こういう感じですけど、こう、脇にこう、いろいろ細かいパーツがついてるんですけど、もう、大変ですね、これね。はい。加工がすごい大変だと思いますね。この辺とか見えますかね、上のてっぺんのところ。穴が開いてて、ちゃんと抜けているんですよね。はい。まあ、どっかの、はい、ストッパーピンだと思うんですけど。いや、もう恐ろしい成形技術ですよね、これね。はい。一応裏側ですね。足回りのパーツですね。同じランナーが4枚入ってます。これは外側のロードホイールですね。はい。まあ、ちょっとバリありますけど、いい出来ですね。外枠のゴムっていうんですか、と、オイルボディは、質感がやっぱちゃんと違いますね。で、これは、まあ、トーションバーですね。いや、結構ね、重いっていうか、大きい車体の割に細いですよね。うん。まあ、ロードが一体形成ですね。はい、あと、
何かの細かいパーツ。これはでも多分ロードホイールの中に入れるポリキャップ代わりのパーツですかね。ホイールの内側ですね。履帯ですね。はい。可動式ですね。一応表側のディティールはこうです。まあ、4号戦車のものと明らかに形状違いますよね。で、こう、表面処理っていうんですかね。はい。こう、ザラザラしてて、鋳造品みたいな感じ出てますね。裏側ですね。はい。押し出し目などもないです。はい。まあ、ゲートが比較的太いことぐらいですかね。はい。ガイドホーンもこういう感じで、もう、綺麗に抜けてますね。履帯の連結ピンですね。はい。どっさりあります。履帯の連結ピンですね。はい。まあ、組み立て方式はカステン方式ですね。1番と2番と、その左右で分かれているということなんですが、僕の目には同じに見えますね。はい。はい。まあ、ちゃんと番号分けがされてて、はい。ついてるんで、間違いないで済みますね。はい。これはまあ、おまけのパーツっていうんですかね。即興機と、あと、それのケースとかですね。はい。で、ケース、裏もこんな感じで、はい。しっかり再現されてますね。まあ、素晴らしいですね。これはもうアクセサリーですね。歩兵っていうか、まあ、搭乗員の個人装備とか、あとまあ、シーツですね。で、履帯のチューブが入ってました。まあ、アクセサリーとはいえ、このディティールなんでね、まあ、素晴らしいですね。はい。これはシーツですね。はい。いや、もう、最高ですね。はい。リアルでいいですね。はい。これもアクセサリー類ですね。同じランナーが8枚入ってます。これは、まあ、搭乗員が使うライフルなんですけど、これ見えますよね。こういうところとかのディティール、すごいですね。僕、さすがにここまでの見たことないですね。マスターボックスとか ICM のやつとかでもこんなのないと思いますね。で、これこのボルトですよね。ボルトアクションライフルの機関部。ボルトを引いたやつと収めたのと2種類。ここに貼るようになってて。で、これが弾丸クリップ。はい、いや、もう、なんか、これだけでも買った甲斐があるような気がしますね。これすごいな。クリアパーツですね。これは多分、運転席の、はい。防弾ガラスですね。糸ですね。牽引ワイヤー用です。結構長く入ってますね。デカールです。鉄十字と舞台マークらしきものが入ってるんですね。これは設定上本当にあったんですかね。はい。あと、下のメーターは多分88用ですかね。はい。エッチングパーツですね。はい。結構入ってますよね。まあ、この辺のメッシュはインティークのところで、あとはやっぱり装備品のクランプが入ってますね。あとまあこういう工具とか細いチェーン。でこれまあ砲弾用ですよね。うん。割とシンプルな作りで、目立っちゃうようなところって、まあ、抜かりなくこういうものを用意してますよね。まあブロンコらしいですよね。はい。パーツの紹介は以上です。総評です。まあ、なんていうんですかね。ある意味予想通りで。まあ、ヘンテコ車両であることには変わりがないんですけど、こう、細かいところってんですか、ブロンコって細かい表現にすごくこだわる会社だと僕は思ってるんで、もう、そういうところのエッチングパーツ用意したりとか、細かいパーツをすごくシャープに、はい、作ってくるところとか、さすがでしたよね。はい。ドラゴンの、まあ、88も、まあ、まあ、前回見ているとはいえ、まあ、相変わらずのディティールで、まあ、作り応えかなりやりそうな感じですね。ただまあ、ちょっと残念だったのは、パーツが多少変形してるような感じが何箇所かあったんで、結構これは、まあ、個体によって違うと思うんですけど、まあ、組むとき、多少修正いりますね。そうですね。僕の持ってるやつは、運転席周りの、はい、パーツとかは、ちょっと直さないといけないような気はしますね。はい。まあこれはもう成形技術とかプラン材質の問題じゃなくて、単純にすし詰め状態で、あとはこうランナーの配置っていうんですか、あれがいまいち良くなかっただけの気はするんで、まあ根本的な問題じゃない気はしますけど、まあそういう意味で悪い意味でもいい意味でも
作りごたえありそうですよね。はい。まあ何しろこんなマイナーな車両をきっと貸してくれるの、まあ、なかなかないですからもうあるだけでも僕は十分満足ですよね。はい。フラッグ41を積んだ別のタイプも実はまああって、まあご丁寧にブロンコそれもきっと貸してるんですよね。はい。まあ、当然持ってるんで、はい。まあいずれそれも紹介したいなって思ってます。はい。はい。今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。